10%。あざまーす、お願いします。バルブレイブ33台で58なんで、まあ可能性は 10% ぐらい。でももう全員いってるからね。あー厳しいか、厳しいなこれ。あーこれはダメだね。あかんあかん、無理無理、取れない取れない。じゃあいいよ、もう間に合わないからからくりつよ。俺は間に合わせるよ。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてタイガです。はい、ということで本日は2023年の8月29日やってまいりました、佐賀県鳥栖市にございます有効ラッキー37鳥栖店ということで、もう何度か来ておりますけれども、まあバルブレイブが30台以上ありまして、まあ北斗も50台近くありまして、でゴブスレンもついで30台近くと、月間収支をプラスにすべく万枚ぐらい負けてるんで、バルブレイブ狙いだったんですが、抽選60番で33台取れず、抽選負けた私が今日選んだ台はカラクリサーカスと。あ、こんなところに昨日スロットランキングなんてありますね。昨日の7位がバルブレイブで万枚ということで、昨日万枚が7台出てますね。はい、まあだからそうなんですよ、バルブレイブを打ちたいんですよみんな。っていうか33分の7万枚ってすごくねえか。まあからくり初打ちではないですけどね、ずっと避けてきた北斗打ってても間に合わないんで、はい、からくっていきたいと思います。まあただブブブ開いたら移動も視野でよろしくお願いします。ということで、寝台初日とパチェラーで打って以来打ってなかったからくりサーカス、はい、調べた結果1ゲーム目に強烈薬を引くといいらしい。なんやそれ。トゥーン。はい、ということで、まあからくりサーカスその初打ち実質だから、もう実質というか2回しか打ったことなくて、まあ、なぜ今まで打ってこなかったかといえば、やっぱり荒い怖いっていうイメージがどうしても先行して、で一説によると設定1でのまあ万枚突破率はバルブレイブを超えていると、ただ設定6ではバルブレイブに分があるというところで、まあ今までずっと打ってこなかったんですが、なぜ今日打っているかというと、理由は大きく2つあります。はい、私1ヶ月単位での収支っていうのを1つの基準に考えてます。もちろん誰しもそうだけど、勝ったら勝っただけ嬉しいし、負けたら負けただけ悲しいわけですよ。まあ最初はそんな風に思ってなかったけど、まあこのいただきチャンネルを始めてこうやって来店収録の仕事をいただいてるわけですよ。でまあそれ目当てに来てくれる人もいるわけですよ。まあ動画を見てる人からしたらね、俺は負けてんのに、あこのサスケとかいうやつ勝っててムカつくっていう人もまあいるのは理解してます。はい、これもうパチスロに限った話じゃない、学校生活においてもね、学生であればあいつはなんかテストでいい点取って運動もできて女の子にモテて、なんで俺はあいつなんかってこういう気持ちは分かりますけれども、仕事の一つとしてお店に行ってね、収録をして、でさらにお店に呼んでもらえる理由っていうのは、そのお店に行くことで、まあ、そのお店のにいいことがある、つまりまあお客さんが増えるっていうところで、私が負けていたらだよ、まあ、一部いますよ、大手でも負け芸じゃないけれど、もちろん彼もね負けることに喜びを覚えてるとまではさすがに思わないですけれども、まあ、動画単体で見たらもしかしたら面白いかもわからないけれども、サスケが行ってるお店でサスケが勝ってないと、あいつの店行っても勝てねえじゃん、だってあいつ負けてるじゃんってなるわけですよ。だからやっぱり私は勝たないと、でさらにこれはもうモチベーションの話、俺はパチスロで負けるととっても嫌な気持ちになります。あのお金が減るっていうだけじゃなくて、パチスロで負けた、やれなかった、ダメだったって本当に嫌な気持ちになるんですよ。でそうやって嫌な気持ちになるとどうなるかっていうと、昔から見てくれてる人は分かると思いますけど、もう動画とか関係ねえし、はつまんねえ、クソつまんねえってなっちゃって、だから全てがマイナス方面に行っちゃうんで、なんとしても私は勝たないといけないんですよ。その勝つっていう時に何をもって勝ちか、年間なのか一生なのか1ヶ月なのか1日なのか、いろんな基準がある中で、あスイカの位置分かんなかった負けちゃいけねえ、絶対勝つんだって言ってるやつが初手のスイカ取りこぼしてることは一旦置いといて、俺は一つこう1ヶ月での収支基準に考えてるんですよ。やっぱ1ヶ月で収支がプラスになってれば、変な話もちろん年間でもプラスになるしっていう、1ヶ月って結構ちょうどいい期間だと思うんですよ。まあ、アベレージで多分24、5本の収録をして、まあそんだけ打ってて、中がねバーじゃないな、右はバーあたりで、はい、今8月29日です。収録が今日と明日で終わりですってなった時に、あと2日で今の収支が、まあ、ちょうど満枚です。負けてます。2日で20万取り返さないといけないわけですよ。
明日行くお店ももちろん決まってまして、まあ、今日来てるお店の系列店の福岡県のお店なんですけど、正直そっちの方が抽選のハードルが高いんですよ、これまでの傾向上。まあバルブレイブの台数はちょっと多いんですけど、ただ当たった、マジか、当たった、キュールで当たったわ、天国スタートみたいなやつかな。はい、ということでチャンスゾーンに入りました。子役を2連続で引けば当たりです。このチャンスゾーンを外す人はもうからくり打てないんで、マジでこれチャンスゾーンは絶対成功させないといけないんですよ。はい、ここで子役引くだけ。力、はい、4000、はい、いいですよ。なんでこの台を選んだかの理由を長々と2つありますって言った1個目の理由にたどり着く前に当たっちゃったんですけど、一応じゃあもうパッて言いますね。とにかく今月の収支をまくるためには今日北斗の剣じゃ間に合わないんです。カバネリも間に合いません。2日で20万で、明日バルブレイブが取れる保証があるんだったらそれでも万枚保証ないんで難しい。だから今日本当5000枚クラスは欲しいんですよ。でもう1個が結構ゴブスレもこのお店打ってたりしたんですけど、なぜゴブスレじゃないかというと、実はあんまり面白くないんじゃないかって、ちょっと、まあ、やれてないから面白くないって思い始めてるのと、おとつい筋肉マン打ったんですよ。あれも怖い怖いと言ってた筋肉マンに私初挑戦していい思いしたんですよ。筋肉マンと違って打ったことはあるけど、打ったことがあるがゆえに怖さも知ってるんですよ。ただ大負けはしたことないんだけどね、やっぱデータとかやっぱそれで滅びていく人を見ててね、はい、でも出てるのも見るから、やっぱりからくりを恐れすぎていたんじゃないか、実はやれるんじゃないかっていうのと、間に合わないで言うとバルブレイブ、ゴブスレ、からくり、筋肉マンの4択なわけですよ。それ以外の騎士じゃもう間に合わないから、でその中で恐れていて手をあんまり出してこなかったからくりで、設定推測要素がこれ3強の台のせいに出るってことはですよ、当然設定も入れやすいんじゃないかっていう読みにもつながる。要は設定推測要素がない、1でも出るってなっちゃったら入れなくてよくね、だってどうせ設定わかんねえしってなっちゃうんだけど、設定推測要素が一定出てくれば設定がないのも判別されちゃうし、あいいよ、はい、弱チェーン乗った、20枚乗って後期それなりには、あ弱いな、あこれダメなやつ、相手だったらまだ、あこれダメか、このジャッジがこっちまで D まで行ってればいいんだけど、これはダメですね。これがまあちょっと難しいところだね。でもまあそう、劇場ジャッジっていう結局3つ通さなきゃいけない、その3つそもそもそれが来ないっていうこともあるんで、99100100100ダメ、はい、で終了画面がこれは普通ですか。でこの後5ゲーム間でレアエクを引けば引き戻し、幕開チャンス、引けるときはなんかペロッと引けちゃったりするんだよね、当たり前のこと言ってますけど。何もなし、ダメ、あ男で、からくりレアエクっていうその内部的にレア役カウンターがあって、そのカウンターが規定回数に到達すると、まあ、何らかが発動するんだけど、ゲーム数加算かチャンスゾーンか AT かみたいな、このからくりレア役の、まあ、規定回数が多分高設定ほど優遇されてるんじゃないかと。だからレア役、まあ、一応ね引いても引いてダメでも無駄にならないというか、蓄積されていくっていうところはまあ一応救済ポイントではある。制作チームとかも広報も全然違うんだろうね。まあ、稼働を上げたいとかっていうのがもちろんあるんだろうけど、だから設定記載要素もどんどん出してるし、設定差の解析も出してるし、からくりをなんか2、30台みたいな店基本聞かないから、このお店も確か7台とかだから、設定も多分まあワンチャン入れやすい。まあ現に前ね別のお店だけど4、5、6角とか出てたし、だから入れてる店はちゃんと入れてる。で正直この有効ラッキーというね、このお店に関しては特に荒い系スマスロ、まあバルブレイブみたいに分かる通り強いんで、からくりにも十分可能性はあるのかなと。よし、5万3000円使ってるよ。5万3000円使ってチャンスゾーン6回目で2回しか通してないけど、俺はもうこの台を一生打たないと心に決めた直後、
5万3000という数字でピンときました。これバルブレイブってオハテン行った場合5万3000かかるんですよ。で俺の今日の最大枚数が280枚、でもバルブレイブでオハテンで決戦ボーナスだったら100枚ないってことは、ブブブのオハテン決戦と同等だと思えば、とりあえずこれは通そう。これ通さないやつはマジで、これだって 60% ぐらい通るからね。100年ぶりに入ったわ。あ、側前長来てる。これは側前長は当たるやつじゃないの、ね、劇場ジャッジ当確でしょ。おしよ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 し、急に来た、急に下パネ消えた。成功確定劇場ジャッジだっけ。劇場ジャッジに当確じゃなくて、そっか、この劇場ジャッジ自体が当確なのか。ああ、そうだな、これだから美味しいやつだ。なんか直撃して成功確定。よし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 、ああ、こっからこっから、これ1個取ったら、ああ、はい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 、直撃した。初レア役、じゃあ500枚、やしー、 40% 40% 取れば、お、緑頼む。よし、来た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 、これ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 よ、これ、ここは子役を引けばいい。あ、ダメだ、これ子役引かないとダメなのよ。バカ、何やってんだよ。お前やばいって。これゲーだから、これ、これでどんだけ乗せられるか。下手下手やっぱ、あ、こっからこっから、よしよし、これ出たら OK でしょ。 OK、 よしよしよし、おー、耐えてる。あっ、あっ、もう下手すぎるよ。もうこれ800枚は乗っけないと。あー、もったいねー。いや、ビッキーはいいな。あー、こっちか、厳しいな、これ。 40% 取ってる。あと100の分もあるけど、まあまあまあ、一旦これ絶対成功。ここここ終わった。これ失敗しちゃいけないんだよな、本当に。頼む、もう一回もう一回、うわーっていいだろ。あー、いってる。よし、ラストチャンス、ラストチャンス、これ決めたらマジである。よーし、あと1個。これちょっといっぱいもらえねえかな。100枚、200、300、300。あー、レインボーじゃないか。
サッカー、あとこの100で、この100で、いや引き戻しがある、引き戻しがある、引き戻しがある。許して、あー許して、終わったー、戻り、一角、一角、黒い、黒は言ったろうもん、これはさすがに行くやつだな、どんなに、どんな台であってもこれは行くやつだろお前、さすがにお前な、あんな赤いのバチバチバチ、ああ2ゲームで、ああもうめちゃめちゃ押されてるわ、何パーだっけな、わかんねえ、よいしょ、逆転、ナイス3枚ベル、300とか欲しいな、でも普通のプッシュじゃ200、いやー、100か、来たよ、広角強チェリーは 100% です、よし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 、今の感じね、ああのレバーね、あのレバー OK、 任せろリプレイ、あのレバー完璧、3枚ベルだったけど、あと1回、白だ、うおーし、力、この大チャンス、大チャンス、陸上ジャッジをまず持ってくる、で成功させる、それでまだ運命の一撃の権利をもらうだけ、まだまだハードルはあるよ、まずは劇場ジャッジを持ってこないことには話にならない、いやー、広角に上がってれば、広角に上がってれば 100% だし、上がってなくても 40% ある、2回頼む、おいった、あー勝負どころ、レアクな、レアク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 、あ今のレバー、あこのレバー、このレバー、いやもう絶対、力、来た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 、このレバー、 あれで取ってた、いやこれ運命連鎖行きたいな、運命連鎖、もう一回劇場ジャッジをやって成功させたら連鎖、とりあえずこれで運命の一撃以上は保証された、まず確定的に球をちょっと出しておきたいね、辛すぎサーカス、みんなが思いつきそうで思いつかなかったの、言ってないよねそれ、それ言ってないね、それは言ってないよ、辛すぎサーカスだよ、運命の一撃取らなかったらみんな一緒だから、負けがちょっと減るぐらいの、もう本当1万円変わるぐらいだから、今度レークを引く、まずはまずはレークを引く、ここでの準備中が強レーク確定、弱レーク 25%、
じゃ最低 25% 二角力ざけんなバカマジで、なんか辛すぎサーカスや、甘すぎサーカスや、ざけんじゃねえぞマジで。金金ですよ金、いやーよー、あーまず1回目はね、まあ普通に勝てるんだけど、まあここは強調でやりました。ドゥーが聞けるよ、ドゥーが。そうなんよね、あー引いてたやん、じゃあこれ次の分に回してほしいわ。さあこっから極限無双、これいっぱい乗っけない、これ500とかだとすぐ終わっちゃうんだよ、そうこれ大事なんや。真ん中にね、真ん中のバーが多いじゃん、あー安いね、オッケーオッケー、これよこれなんや、まあ安いか、安いなあ、安いな、え安いな、まだ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 、だってまだ400でしょ、こんなのそうや、1000は行ってもらわないと困るよ。ああパネ、パネショー、パネショー、おーし、いいよいいよいいよ、パネショーでこれだったら、うおっとっとっと、おーどうした、おーどうした、どうした、とて自己記録ではありますね、力、とりあえずこれで今1500だから2800枚だから、ほぼほぼ帰ってきたってことだな、 あとは乗せる、こっから、よし、スイカで3分の1で上乗せで全部100以上と、レーク引いたらもうその時点であっちいと、結果筋肉マンの時もそうだった、あっちい、ここだ、惜しい惜しい、そうなの、乗せたらここがビエーなるから、強烈薬と広角強烈薬 100% は一緒なんだけど、で100枚以上、そんなにでも高くないね、言うて強茶は乗せ角のもともと3桁角だから、これで大体そうなんだよ、別にまあまあそうそうそう、おゲームスあおりでこれは初めて出たぞ、ただ超にあんまり行ったことないから、これ行くんじゃねえか、さすがに行かないの、まあ行くよね、初めてかな超での劇場ジャッジ、成功したら100は500の1対1とかなって気がするな、確か、うわ最悪だこれナビ出ちゃう、そっか、おほー、これ100確かね、先に調べよう、確か超からくり中の劇場ジャッジは100は500、1対1だ、マジこれ2分1で500枚よ、5倍の差だ、こんなん100とかやってる場合じゃないの、100なんて普通のからくりサーカスと一緒だもん、これだからボタンが多分レインボーとかそういうとか、こうなるかもね、勃起もあるよ、で勃起しなかったら逆にダメみたいな、はい、1対1 50%、あれ赤い、赤いのはそんな100で赤出るわけないじゃん、そらおっとからの弱者だけど、あ乗らないんかい、キモすぎ、キモすぎサーカス、しょうもねえ本当に同時に思いついてんだよ、もう勘弁してくれよ
2人のもう意気揚々としたキモすぎサーカスっつってカピタン今日初さあ劇場ジャッジさすがに赤文字チャンスはいってるね復活が分かりにくいレア役レア役このナビなしがうわっえこれレア役をさ後期が出てない後期出てないレア役いや普通いや別にここで確定じゃないんだけど全然まあ一定の抽選はあるけど後期なしっていうのが逆にみたいな普通後期ってレア役なら出ると思うんだよねあ甘すぎさあ1対1500枚まで1対1いやここで1対1を 50% で引いてちゃダメなんだよ 100% で引くんよ2の2で行くんよ赤か勃起赤か勃起勃起赤勃起キモすぎんだろ赤勃起赤か勃起だだからね庶民はねオアで考えちゃうどっちかで考えちゃうけど違うのこいつはアンドなのよ赤で勃起なんよやばいな俺この台にはまったら俺破滅すると思うんだよね今月の収支マイナス92万円ですみたいな弊社社長の話やめとけ弊社社長の話はやめろよまあでもあれ味わっちゃったら確かに気持ちいい気持ちいいわ悔しいけどもう俺こんなもうこんなクソ台見たことないとさっきまで思ってたけど楽しいやばいわじゃあ俺これ深読みかもしれないけど通常時辛さだけじゃなくて演出面とかなんだったらわざとつまんなく作ってんじゃねえかまで本当はもっと面白く作れるけどわざと下手くそにしてゲロニガコーヒーを飲んだ後のさチョコレートって甘いじゃんここでのチョコレートを甘くするためにそうただでさえ美味しいチョコレート甘いチョコレートなのにさらに引き立てるためにわざとその直前にくっそ逃げコーヒーを飲ませてる可能性があるそれだったらあっぱれだけど攻めすぎだねでもバルブレイブを作ったメーカーって考えたらワンチャンあるよなさあもうこれだけであっちいもんねあー惜しい分かっちゃった激アツの劇場ジャッジベルはいいよおいやさすがにオールベルだとダメか初めて失敗したけどまあいい運命の一撃通せばいいんだからここは最悪失敗してもいいに連続後期はどうだ後期発展さっきより強くなったと思うけど敵は雑魚いあ相手相手どうでしょうああいけそう押してるねうわーマジいやちょっと良くないなこの流れが良くないなこれ運命の一撃でこれやったら終わりだもんなもうああ裏の背があったあのチャンスベルの分かあでもねこれ 60% が100なんだよねだから 40% 引けばいいうん 60% お乾燥だ乾燥したやった初めて乾燥したよ合ってる合ってる合ってる OKOK じゃああの裏の背からのあれで聞いたわああ惜しみなく使ったわあでこれ中のね
これ中のレア役でレインボーに光ったら六角かなんかあんだよね。いやーこうなっちゃうとね、だからこの次通したら俺ちょっと行っちゃうかもしれない。もうブブブとか いらないかもしれない。いや今ねこれ来てるよ、赤ボッキ赤ボッキ、さあ来たよ、コングラチュエーションフィン。このレア役を引く、あーこう切って出ないか、黒か。ここでもう赤とか金がある時点で黒黒だよな。だからもうこの時点でなんか突入時に抽選もしてそうなんだよな。決める決める、絶対絶対決める、絶対うえ。これ青7狙ったら1画目出ちゃうんだよな。かけてまだあるよ、4000枚使った。こいつは無理だ。ということで午後8時過ぎですね、はい、店内状況最後見ていきたいんですが、毎回有効ラッキー恒例の4000枚以上を数えていきましょうか。1万4000、8000で逆稼働、8000、3000枚は残念ながらカウントしません。ここ7000枚で、ここが6000枚、そして後ろ側が1万2000枚、お隣が5800枚、そしてこちらがちょうどマリエ学生やってるね、5000枚で6800枚。ちなみにこの6800枚は俺が一瞬打ったやつですね、はい、この台、まあ、俺が打ってた台ですけど4800枚で、打ち角も4800枚、そしてその裏が7200枚と、ミミズ込みで33分の12台で4000枚オーバーなんで、うん、しっかりおにゃんこクラブが5000枚出てますね、5700枚、筋肉マンが7000枚かな、この台が7700枚とか8000枚ぐらいかな、でその隣の肉も6200枚と、でからくりサーカスがこれも上位1回は入ってるね、5000枚で、角俺が打ってた台が俺が約5000枚でやめたんだけど、そこからさらに伸びて7600枚と。あとは北斗はどうでしょう、玉はね、まあでも3000枚ぐらい出てれば北斗なら優秀なんかな。あーこれすごい、23回発当たってる、すげえ綺麗な右肩で4500枚、うん、あということで佐賀県でのね、はい、有効ラッキー37トステンでの実戦終了ということで、8時20分ですね、夜の、はい、今日はまあもちろん狙いはバルブレイブだったんですが、とりあえず、からくりサーカスくっそ久々に、もう本当導入日以来、正直通常時もうなんか辛すぎて6枚目とか一瞬で入ってチャンスゾーンを通せない、うん、チャンスゾーン自体はね、まあ、サンプル少ないですけど、朝一天国でしょ、天国800で、そこから400ゲームぐらいでからくりレア役のチャンス目からでしょ、で天国200、これで最初の1セットだよね、 5回で1セットで、次が800、天国天国300、平気で1000は行くみたいなの聞いてたんですけど、9回とはいえ800、2回のあと全部早かったんで、まあ、これが設定なのかどうかちょっと分かんないですけどね、あまりにもちょっと経験値が少ないんで、ただ最後の初当たりでね、運命の一撃まで持ってって通して、まあまあやれましたね、あれ完走して、2回目のあそこを、まあ、結局そういう台なんでね、あそこをもう繰り返して当てていくんですけど、結局1回しか通せず5万7000円使って、約5000枚ですね、4900枚ぐらい出て、でバルブレイブの空き台を見つけて売って AT1 個で
終わっちゃったんですけどっていうところで後ろの台でね2以上が出てて、ドライブがそこそこ飛んでるぐらいのことで、教えてもらって、打ったんですけれども、まあ、結果ちょっとデータとか見てみたらそこ、まあ、ドライブ履歴はもちろん飛んでるんですけども、まあ決戦も多かったし、あそこはやっぱり自分の最初の直感を信じて、もちろん声かけてねいただいた方には本当感謝してますし、ありつけないこともあるんで非常にありがたいんですけど、やめたからくりはあれからプラスで3000枚ぐらい出てて、で俺が最初に選んだバルブレイブも次の人が打って5000枚ぐらいそこからプラスで出てたんで、まあ本当結果論ですけどね、まあそういうこともあると。ただまあもちろんね俺が打ってたらどうなってたかって、例えば A タイプのさ設定6とかだったらさ、まあまあまあ誰が打ってもまあある程度はって予想つきますけど、結局ああいう洗いではカラクリしかりバルブレイブしかりね、結局スーパーまで持ってけなかったらおしまいなんで、はい、で結局だから4900枚持ってバルブレイブ行って最後、1378枚回収というところなんで、まあ、3600枚減らしましたけど、まあちょっと欲をかいて失敗とまでは思わないですね。これ別に同じ状況ならやっぱ打ちますし、このお店でまあ結果的にね今8時の時点で33台中12台が4000枚超えてますよ、まあ前2台出てると、こういう状況だからこそ打ったわけで、結果が伴わなかったからじゃあやめようってなったらもうパチスロ打てないんで、はい、例えばシゴル角出たのに10万負けたって人も別にこのお店じゃなくて全国にバルブレイブでいると思いますけども、そういう台なんでもうたかだか5000ゲーム1万ゲームでは結果が出ないこともある。でも2000ゲームでもあんまり出ちゃったりもするんで、はい、まあ明日最終日、まあ、この系列のお店に行くんで、まあ正直抽選勝負です、それは分かってます、はい、しっかりとまくって来月を迎えたいなというところでございました。はい、まあ、お店はまあ予想通り、いい意味で予想通りちゃんと出てたっていうところは良かったですね。はい、俺の今日の動きは間違ってなかったと自分に言い聞かせて頑張っていきたいなという、そんないただきチャンネルの収録スケジュールこんな感じでございますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。以上、お疲れ様でした。